今回は地元大阪開催ということで優勝という形で終えれたことは素直に嬉しく思います。山田監督も自分のレースを振り返って改めていかがでしょうか。はい、30キロ以降はすごく足が重くなってるなっていうのもテレビを通じて感じてましたし、まあ、その中で、まあ、必死に食らいついていっている姿はすごくこちらも胸が熱くなりました。で、まあ、そこの中にはやっぱりペースメーカーの3名の選手が引っ張ってくれたというのがすごくアドバンテージがあったのかなというふうに思ってます。真後ろにつくと足をこう買っちゃうじゃないけど、調子のいい時ほどその足を踏んじゃうんですよ。で、踏むたびにちょっとその自分のリズムが崩れるのが嫌なのと、前を見えてないと走りづらいっていうのがあって、私はあまり後ろにつくのがその苦手っていうのがあって、なんかちょっとでも離れるときつくなっちゃうので、 その斜め後ろっていうか半歩後ろ斜め後ろが一番しっくりくる位置ではあります。東京オリンピックに向けての練習っていうところが、まあ、結局走ることできませんでしたけれども、今回につながった部分っていうのがあるんでしょうか。でもそこは全く別で仕切り直してから全く別っていう感じなんでしょうか。もちろん一度東京オリンピックが終わって、まあ、出走することなかったんですけれども、まあなんかやっぱりレースもそうですが、そこまでに積んできた過程っていうのはマラソン練習ではすごく心身ともにダメージというか体への負担っていうのは大きいと思ったので、まあ1ヶ月ぐらいリセットというか休養期間はあったんですけど、私はそれがじゃあゼロになるかって言ったら絶対そういうことはないと思ってます。はい、それでまあ、特に夏場のトレーニングだったので、そこの、まあ、タフさだったりその経験というのはつながっていると思っています。まあ、根本的誰よりも負けず嫌いの気持ちが強いので、どんな選手が来たとしても自分が一番になるっていう気持ちを強く持ってこれからも戦っていきたいなって思ってます。でやっぱりマラソン界がこうやって盛り上がるっていうことは、私にとってもマラソン界にとってもすごくいい傾向だと思うので、これからも私を含めたくさんの選手がこのマラソン界を盛り上げていけれたらなと思っています。名古屋の時、去年の名古屋の時よりはやっぱり筋肉痛もあまりない状態ではあるんですけど、やっぱり筋疲労はすごく大きく感じています。でまあ、これから練習的にはあんまり基本的な練習は変えないとは思うんですけど、過去を超えるためにまた、まあ、個人的なプラスアルファの部分であったり、その補強面であったり、そういう部分に関してはもう少し丁寧に一つ一つクリアしていけたらなって思っています。食べさせていただきました。多分50貫ぐらいは食べたかな。本当にもうめっちゃもう自分が食べたい量を全部食べて、とりあえず全部貝類とかが大好きなんですけど、貝類エビ類とかを全部5貫ずつバン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 って頼んで、こんな高級なお寿司のお店でこんなに頼んで申し訳ないなとは思ったんですけど、でもその大将のおかみさんがちょうど私の4年前の初マラソンで、2年前の優勝の時、今年も全部同じ人だったんですけど、すごい覚えてくださってて、すごい嬉しかった気持ちも大きかったし、いい報告ができてよかったなっていうのはすごい思いました。でずっと我慢してたお寿司を食べれたことはもう本当に我慢しててよかったなって思うぐらい幸せいっぱいでした。でもやっぱトラックのスピードがなければマラソンのスピードにも追いつかないっていうのは思っているので、これから一旦休んでからスタートするときは一旦1ヶ月半ぐらいはトラックに移行してスピードをもう一度強化してからマラソンの練習に入りたいなっていうのは思っているので、普段のマラソン練習でもあまりトラック練習と
タイムが変わらないぐらいの練習ではしているので、もう少しトラック練習のそのレベルアップしたスピードで走れたらなとは思っています。純粋にプレッシャー責任感がすごいやっぱ自分で感じるタイプなので、もう自分が東京五輪に出るならやりきったって思うぐらい、スタートラインに立った時にあもうこれで終わりやなって思えるぐらい練習も積んできてたし、今やめても一切後悔がないって思えてたからだと思います。今回新たな発見っていうか収穫ができたのが30キロまでのやっぱり余裕度、今までの経験したことのない余裕度っていうか、そのはまってる足の動きとかがやっぱ自分が得れた部分だったので、もう高橋さんもその後にちょっと話させていただいたんですけど、もう明確に見えてるじゃんって言われたんですよ。だから自分の中でもいろんな、気持ちの面でもありますけど、最後10キロここの部分を強化していけば日本記録それ以上のものを得れるんじゃないかなっていうのは少し感じれた部分は、自分にとっては今回のレース大きかったなと思います。